こんにちは、レイです。ことで、今回ですね、ショーツレンズ来た人だけで、ということで、今回はですね、ショーツレンズで来た人だけで、ソロ最強決定戦やってみた!やっていきたいと思います。どんな内容かっていうと、この後ね、僕のフレンドにいる、まあ、競技でだったり、実況者の人をね、招待連打します。で、来てくれた人だけで、ソロカスタムを開いて、まあ、その中で最強誰だと、いうのを決めていこうかなと思います。じゃ、早速、招待連打へ。レッツゴー。と、その前に重大発表があります。なんと、レイの初グッズが販売します。イェイ!どんなグッズがあるかと言いますと、ステッカー、アクリルキーホルダー、缶バッジ、アクリルスタンド、この4種類がね、販売させていただきます。全部可愛いので、ご購入、お願いします。で、販売期間なんですけど、6月2日から6月15日まで、販売してます。まあ、短い期間なんですけどね、ネットから注文できるので、URL を概要欄に貼ってあるので、ぜひ、そこからね、詳細だけでもチェックしてみてください。じゃあ、本当の本編へ、レッツゴー。はい。ということで、早速、ショートレンズしていこうかなと思います。じゃあ、まず、なんか、おかん。はい、一人目。メイシー、ブールルさん。一応、庄司さんにも送っとくか。庄司さん。早い!早すぎる!ブールルさん来た!あっつ。ボブくんでしょ?シャウトさん。あ、この子も招待しとくか。昔に動画に出た女の子なんだけど、この子。まあ、こんなもんか。あ、どうも。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ですね。まあ、ちょっと待っててください。まだ人が増えるはずなんで。あ、来た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 。いや、まだまだ、俺のチームだったらこれ多分50人ぐらい来るはずだから。なんすかこれ。ちょっと待っててください。まだ招待エンダー、下メンツでスクワット行くみたいな感じのやつなんすかこれ。あ、いやいやいや、そんなアマチュア尺じゃないですよ。もうだって5人だもん。俺な。あ、来た来た来た。人が増えすぎている。こんばんは、嫌がらせですか、レイさん。いやいや、嫌がらせじゃないでしょ。じゃあちょっと人集まってきたんで説明しますと、今からソロ最強決定戦をやります。最強決定戦。はい、これは強制参加です。断るとかはダメなんで、この6人で収録のつけましょう。誰が1番か。え、こんな盛り上がんない。あのやるんだけど、ブルルさんとボム君強すぎるなので、うん、2人には縛りをつけます。いきなり招待されて縛りさせられる。もう嘘させてくださいよ。俺らにビビってんの？縛りできないぐらいビビってるってこと？回復な縛りがいいです。じゃあ許容範囲として白武器で。え、いいんすか？あ、それだけでいいです。縛り、回復な縛り来るかと思ったけど、そんなもんでいいですよ。じゃあ全員この後ソロ集まってもらってやるんで、ディスコード集まってください。お願いします。お願いします。今頃出てきたやついる。はい、ということで、みんなの準備ができたということで、早速始めたいと思います。で、スキンはね、みんな変えてきました。俺一人6人もいて誰も喋ってくれるから、相づちもないから。はい、変えてきたので、白金ハッシュだから行こうとか、ブルルさん好きだから逃げようみたいなことはできなくなったということで、公平に戦ってください。じゃあスタート。ボディレッツゴー。よし、早っ。待って、出発までが早い。じゃあみんなバイバイ。お願いします。バイバイ。よーし、なかなかすごいメンツが集まったな。これブルータルバスティオン絶対ブルルさんいるぞ。じゃあこれ俺シャッタード行こう。初動詞だけはしたくないね。あー、うん、あああ、よいしょ。まあバスティオンでしょ、普通に。なんでもし放題ですよこれ。ちばきまるぞ。どこ行こうかな。多分ね、ブーさんとかブルータルおりそうなんだよね。なんでちょっと元コテオリのフラッピーショア行きますか。ダメ、ソロ決定戦間違えた。ソロ最強決定戦ということで、とんでもないことに巻き込まれたわ。完全に間違い。メンツがエルクロさん、シャウトさん、レイ、ブユリルさん、ボブくんで、メイドヨカン終わってんね。ああ、はい、ということで、ね、なんか急にレイさんに招待連打されてなんか入ったんですけど、みんな匿名じゃね。え、俺匿名じゃないんですけど。え、最悪。これさ、プロの人絶対メガシティ寄れると思うよ。でもそういう考えのやつが多い説あるから、逆張りして俺ここおります。あと、このスキン使いづらすぎ。なんだこのスキン。ということで、なんかご飯を食べようとしたらレイさんに招待されたので、僕は頑張ります。頑張ります。え、タワーフリー、もしかしてタワーフリー動きすぎん。やばいやばい、待って、効果マーク見える。待て待て待て、
これやばいかもしれん。俺もね、作戦派話します。足音が聞こえたら、速攻で逃げ出されてやっていきましょう。プロゲーマーはね、なんか、ハンデがあるらしいんだけどさ、そんなハンデにならないでしょう。そんな白武器がハンデになるわけがない。俺がね、もう金武器でもボコされる。やばいって。なんだる。なんで同じとこ降りてんの。しかもめちゃめちゃ近いんですけど。びっくりしたー。なんかとりあえずやばいスキンやってんけど。何あいつ。まあ今回の僕の作戦は、まあいつも通りスナイパーでワンパンと、実力差を全て覆すスナイパーワンパンを狙っていきます。うわー、スナイパー撃ってる。 DMR やないかい。まあみんなの優勝予想はどうせブルルさんかボブくんでしょ。全て俺が覆してやるぜ。ポーションが一個も出ないぜ。あっ、そっか、待って、白武器縛りだからさ、これとか使えないんだ。使わないようにしないと。でね、スキンもね、最初ピンクまで行こうかと思ってたんだけど、みんなもうサスキン使うっぽいから、それだけエンジョイ勢のスキンつけてたらなんか逆に警戒されそうだなと思って、あえてのもうサスキンでした。とりあえずこのゲームは金庫取って、貯蔵金取って、浮き島取ったら勝ちのゲームだから全部取ります。金庫余ると思うから、このカードだけ取ってどっか嫌がらせしに行こうかな。ウユリルってウユリルさんのパクリやな。普通にパクリよな、みんな思ってたよな。あ、パクリよなあれ絶対な、ってレイが言ってました。俺は全然思ってないんですけど、ブユリルっていうすごい個性的な名前だと思うし、めちゃくちゃ強いし尊敬してます。はい、今日僕脱毛に行ってきたんですよ。まあもう1年ぐらい行ってるんですけど、まあいつもはねそんなに痛くないんだけど、今日マジ泣きそうなぐらい痛かったんだよね。そんなことあんの。いつも痛くないのに、大の大人がガチで涙目だったんよ。あいつアンチかな、嫌がらせだよねきっと。あれ今頃みんな面白いトークしてくれてるかな。あ、びっくりした。え、なんかしてる。なんだあいつ、一人でなんか腕立てしてんだけど。あっ、やばい、なんか LINE 来た。あかん、お母さんがご飯食え言ってる。ほんまにやばい。レイさんごめん、飯食わなあかん俺。なんかめっちゃ催促されてる。もうなんか誰か殺してくれん。寿司食べたい。せっかくここを当たれてるし、保管庫開けたいんやけどな。よし、ミシキポンプの数減らしに行こう。目がし、嫌がらせしまーす。もう俺絶対編集で性格悪るって入ってるって。これ編集者さん見てますか。これ刺されるんでかくない。あ、やばい、まずい、目がし、まずい。大丈夫大丈夫。あー、間に合わなかった。うわ、ミジックショットガンでワンパンかませれば全然ある。俺全然勝てると思って挑んでるからこの勝負。さあミジックショットガン手に入れて、とりあえず初動の物資は悪くないと。さあ誰が最初に死ぬかな。どうせメイドに置かんだろうな。なんか怖い、バイオハザード感ある。いつどこで何が見てるかわからない恐怖がある。いや、よっぽど大丈夫だと思うんだけど、あの競技勢って動き方いかれてるから、隅々まで飛び回ってんじゃねえかな。すいません。待って、そっか、これさ、スナイパーとかあるからさ、抜かれたら終わりなんか。ちょ、レイさん怖いな。あの人スナイパーうまいからな。待って、俺の相棒がいるんだけど。これで移動してたら絶対撃たれなくね？やって押せないや。もう、いらね。これ、レイさん倒してさ、下打ちしまくったら、めちゃめちゃ話題になっちゃうんじゃないんですか、皆さん。ということで皆さんね、ぜひ面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。僕、実況者としてね、会話で面白さを作っていかないといけないと思うんですよね。はぁ。喋るの疲れた。もう終わろ。あ、ブルータルバスティオンに向かってるやつがいるぞ、鍵で。今スパイダーウェブでめっちゃ飛んでいった。誰だあれ。やばい、鍵動いてる。元気の子。あ、俺の貯蔵品やぞそれ。やばい、貯蔵品取られる。やだなそれも。スラープジュースが出るからこれで楽になるはず。目の前にエピックのポンプショットがあるのに拾えない。ワンチャン使ってもバレないんじゃね。あ、でもこれ感染した時にログでバレちゃうんか。ズルは良くない。平和な街だ。止まってたら NPC だと思う説を決行します。楽やな俺これ。なかなか戦闘起きないな。隠れてんじゃん。絶対あの上行くぞ。天空の島ラピュタ。島だ。あそこに集うぞ猛者たちが。え、誰もいないんだけど。え、もういる。いや待って、絶対あれ強い強いやん。絶対やばいって。あ、待って、そうじゃん。あ、待って、忘れてたわ。で、白武器縛りなんだけど俺そういえばぼーっとしてた。白武器縛りじゃん。あぶねー、ナチュラルに忘れてた。俺武器ないんだけど。やべ、どうしよう。白武器結構レアなんだよな。あんた天空行くかこれ。行っちゃいましょう。白武器縛りプラスピストル縛りなしだ。あ、ほめっちゃいた。当たんないか。やべ、バレた。怖い。顔は出してこない。まだ誰も戦ってないんだなこれ。いや、近くはいる気がするんだけどな。あ、いる。
撃たれた。誰だ撃ってきたの。いたんだ。逃げる。これがやりたかったんです、僕。めっちゃ来てる。誰だ、どこ行った。ごめんなさい、すいません。やばい、俺スパイダーマン下手すぎる。人口じゃ、まだ誰も死んでないな。みんなビビってんじゃん。俺はビビってる。いや、絶対この辺にオカンいると思うんだよな。草の中とかいそうで怖いな。暇だな。もう俺は1位を狙う。なんでね、今からね、資材をたくさん取るだけ取って、イモりたいと思います。このアンチ見てから移動しよう。ちょっと怖いわ。待って、これ頭はみ出るくね、こうしたら。絶対出てるわ。どれかどっかに書きに行くか。みんな今どうせ暇してる頃でしょ。プロゲーマーを取ってあげよう。足遅そうなんか。走らなくなっちゃった。さあ銃声がしています。さあここでキャンディー選手、ここでのんびりしていきます。逆にね、ボットって思ってくれるんじゃないん。右でバトル当たったから気になるよ。ちょっと戦場カメラマン行きます。戦場カメ、ごめんなさい。なんかいるんだけど。なんだあいつ。こんにちは。やめて。最初に会った仲じゃん俺たち。いでやる気か俺と。オッケーオッケー、落としたあいつは。やばい。絶対ビビってる。こいつはちょっと強気だから多分プロゲーマーかもしれん。ちょっとちょっかいかけただけで、タルズミしだしたって。オッケーオッケー、俺にビビって逃げやがったぜ。見つかった。ほい。別が来ました、すいません。かわいい。ごめんなさい、マジで。お前らせいぜい戦っとけ。やってこれさ、かわいいふりをしたブユリさんかもしんない。はい、何、ちょっと解雇欲しいな。うわ怖っ、許せない。いた。はい。ねえ、俺いじめられてますよ先輩。なんかこっち側結構人多いんだよな。いて、みんなどこに隠れてんだ。でもアンチこれしかないよ。みんな俺の動画映るのに必死やん。いる。俺は高みの見物と行こうか。こうじゃね。いやこれちょっと卑怯すぎるな、やめよう。あ、今なんか壊れた。いるぞ、前にいる。撃っちゃおう。なんですか、やめてください。ほんまにビビってんじゃん。エルクロだ、絶対エルクロ、絶対エルクロ。こんなんやばすぎ。は、やべえのいた、やべえのいた。こいつ絶対やばい。うわ、やってる。いけ。やばい人来た、やばい人来た。絶対キロ怖い、マジで。やっぱエザー的にそうそう、ダブル機欲しいよな。あいつやべえってなってほしいし。うますぎん。やばいって、いたすぎ。オッケー。いや強すぎん。ってことでちょっと飯食ってきまーす。うわー、誰か倒してる。じゃあ俺も行っちゃっていいんですかこれ。あ、誰か来てます、上から。不法侵入です。上か、危ね。痛い。もうお互いロー。一回これはこもって回復しよう。これ気候手で逃げたら、撃たれない説濃厚。撃たれない説濃厚だぞ、これは。うわぁ、敵だ。うまそう、動き。どうぞ、どうしよう。よし、ラップ術を取り去っていくか。うわ、びっくりした。はっ。逃げろ、逃げろ。なんだこいつ。え、ちょっとこれ以上倒すのかわいそうだな。死にたくない。これなんか言っちゃ悪いけど下手そうだぞこいつ。まだ死にたくない。よっしゃ、誰だ。死んだんだけど、かわいそう。負けろ。さあしっかり1キルして、前にいるの怖い。お、やんのか。見つかった。え、横にいる。やばい、こいつ。
え、大丈夫？ラッキー別に絡まれてる。危な、急に来るやん。あいつ絶対やばい。はぁ、待って、あれは魚振るしかないか、もしかして。ちょっと間違えた間違えた間違えた。いてぇ。うまいな、落ち着いてる。邪魔してやるぜ。どうすんだこいつら。いた。あ、じゃあ僕先行きますね。ごめんなさい、あのそこの人たち、僕先行きます。一回アンチ行こう。痛い。やばい、100。うますぎる今の。よし、倒した。デーサイヤ最悪なんだけど。誰が残ってんだ。あと、あ、死んだ。え、あとこれ、これかな。ボブさんうまかったんだよな。ボブさんっぽいな、これが。あ、終わった。俺死ねもね。やばい、マッツがきついって。じゃあ行かない。痛い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 、やめて。痛い。あ、切れない。終わった。あの人しばこうと思ったのに。くっそー。さあ残り 1v1。 誰が残ってるんだこの 1v1 は。おぶくんじゃない。やばい、ノーマッチ。頼む。無理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 。やばい、 M、 はい、無理だよ。自然よかった。じじい、よかったらブユリルのチャンネル登録、高評価お願いします。誰勝ったの。誰これ。やった。え、ブユリルさん勝ったのこれ。勝ちました。いやー、やっぱりか。結局こうかよ。え、2位は、2位は俺。おもんなこのゲーム。順当な順位付けやめてよ。誰もひっくり返さなかったわ。4位は俺っすね、レイさんにやられたっす。5位はあ、俺っすね、レイさんにやられました。エルクの6位。なんか立体起動装置でボコボコにやられました。あれだ、やっぱり。はい、ということで、まあ結果、1位はブルルさんということでね、今日のソロ最強決定戦は終わりにしようかなと思います。みんなのチャンネルの概要欄貼ってるので、ぜひチェックしてあげてください。また次回の動画でお願いしましょう。バイバイ。大丈夫なそれ。